はい、どうもです。本日はインクアーマーを使ったリレーをしていきたいと思うんですけども、インクアーマーリレーとはどういうものかみんなわかんないでしょう。俺もあんまりわかりません。4人がインクアーマー使うんですけど、インクアーマーを徐々に順番に使っていって、途切れたチームの負けで戦っていこうかなと思います。ちなみに相手を倒すのはなしで、本当にインクアーマーがどんだけ続くかってバトルです。よろしくお願いします。噛んじゃった。はい、間違えしました。ショッツル講座縄張りバトルです。よろしくお願いします。ここで、インクアーマーリレーをしていきたいと思うんですけども。まあ、途切れたら負け。途切れたら負けだから、ちょっと早めに使いたいんだけど、早く使いすぎると後の人が大変になるからっていう、なんかいろいろ兼ね合いがさ、存在するんですよ。で、使う順番はあらかじめ決めてたので、2分30秒から使っていこうかなと思います。あ、ちなみに、インクアーマー使うとき、この真ん中に戻って使う制度で始めたいと思います。では、30秒で開始。スタート。はいよー。オッケー。これで、無くなったら俺探しに行こう。やばい。はい、早いな。早い。やばいやばいやばい。今のうち貯めなきゃ。早く貯めなきゃ。これね、貯めて戻らなきゃいけなくて、今2個目でしょ ?3 個目来た、3個目来た。3個目来た。やばいね、これ忙しい。4個目来た。オッケー。俺5個目でいける。5個目でいける。ヒルくんなんか溶けてるけど、攻撃されてる。おい、5個目行った、5個目行った。あ!はい、チーム溶けてる。今、黄色チームが、途切れたので、今のバトルは、紫の火事です。はい、それでは2戦目に行きたいと思います。なかなか途切れるの早かったから、なんか3分間ね、途切れず行きたいですよね。両チーム頑張りましょう。なんかバトルといえど一緒に頑張りたい。それではバトルスタート。よし、1個目来ました。2個目来るか。お、今のためよ、今ためよ。これね、途切れる前にね、行かないと。オッケー、3個目来た。今3個目来た。4個目に今来るのかな?オッケー、4個目来た。で、途切れないうちに、俺が、使う。オッケー、使おう。オッケー、1個目行った。よし。もう、わけわかんなくなってるけど。味方今待機してくれてるから、このうちに貯めよう。今貯めよう。やべ!待って、ここちょっとやばいな。今何個目だ?もう今何個目かもわかんない。オッケー、よし、溶けてない。よし、俺まだ残ってる。で、使うタイミングな。ここ、オッケー。溶けてない。で、まだ食べられない。よし、今食べに行こう。塗る場所がどんどんなくなってくる。すげえインクアーマーリレーめちゃくちゃ面白い。あ!途切れた。待って、うちのチーム途切れたけど、相手チームも途切れてる。これはどっちが先に途切れたんだ?